言われますけれども、すべての委員会を開いて、このコロナ禍、特にオリンピックが開催するのであれば。
私はとんでもないことだと思っています。でやっぱりね、この意見表の問題だけじゃなくてね、財産権、その基本的人権、これ奪うのかと。でしかも、それを阻害する行為がもし外国で